皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日は久しぶりのスライム作り動画です。この間ダイソーに行ったんですけど、その時にこちら炭酸泡シャンプーっていうの見つけて、でこの間シェービングフォームスライム作ったけど何が違うんだろう、しかも100円ショップなのに300円、よっぽどいいものなんだなって思ったので、今回前に作ったちょっとラップに包んであるんですけど、シェービングフォームスライムもあるので、この炭酸泡シャンプーのスライムと普通のシェービングフォームスライムを比べてみたいと思います。どんだけ違うんだろうね。じゃあ早速作っていきたいと思います。はい、じゃあ早速作っていきたいと思うんですけど、まずこのシェービングフォームスライムで使った材料はこんな感じ。洗濯のり、シェービングフォーム、放射、でボンドで混ぜるものと容器ですね。で今回の炭酸泡スライムはシェービングフォームを炭酸泡シャンプーに変えただけです。ボンドも入れます。ボンド入れるともっちもちになるんですよ。まずね、作り方めちゃくちゃ簡単なんで、ぜひ皆さんも一緒に作りましょう。まず洗濯のりを作りたい分量よりちょっと少なめでここに入れます。はい、洗濯のり同じくらいの分量かな、こんくらい。白くてちょっと見えづらいと思うんですけど、ごめんなさい。でじゃん、ボンドを入れる。ほら、これなら見えやすいでしょ。ボンドどれくらい入れてるか、まあ、結構こんな感じかな。よし、そしたらよく混ぜます。ちゃんと混ぜてくださいね。でだいたい混ざったらもうこの炭酸泡シャンプーの出番ですよ。どんな感じなの、いきます。うわ、あ、すごい、めっちゃなんかシェービングフォームに似てるけど、なんか柔らかいかな。シェービングフォームでたっぷり入れちゃいますからね。どう、いいんじゃない。わお、絶対これもっちもちになるじゃん。でよーく混ぜます。入れすぎても全然いいですよ、もっちもちになるんでね。でも同じくらいにしたいから、ちょい洗濯のり加えます。はい、もうふわふわ、やば。はい、こんな感じ、いいね。そしたら放射で固めていきます。もしちょっと固めづらいなとかだったら電子レンジでやるんですけど、多分大丈夫だと思う。シェービングフォーム使ってるやつは結構ね固まりやすいんですよ。はい、もう固まってきました。ゆっくりこうどん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 固めていきます。じゃん、おー、いい感じですね。ムラが出ないようによく混ぜてあげます。こうね、固まっててまだ固まんないなと思って放射入れてもめっちゃ固くなっちゃったりするので、もうよーく混ぜます。ちょっと白じゃ見えづらいんで赤の絵の具を入れます。ちょっとねピンクっぽい色にしようかな。ちょっとずつ絵の具も入れますよ。おー、いい感じの色ですね。やっぱちょっと放射が足りないんでちょっとずつ入れていきます。入れすぎるともう大失敗になっちゃうから大変なんだよね、これが。よし、疲れた。これをずっとやっていきます。あ、でもちょっとずつだけど固まってきてるんでいいですね。よかったよかった。はい、こんな感じでできました。でこれまだね柔らかいんで全部きれいに出してあげて、そしたらこれを手で混ぜていきます。やっぱもうちょい放射が欲しいな。よし、あ、やばい、シュワシュワ、すごい。よし、もうちょい放射だね。あ、やば、入れすぎたかも。大丈夫、きっと大丈夫だ。入れすぎたら炭酸を増やせばいいんだ。めっちゃ疲れますね、やっぱり。なんかボンドスライムとかだけだったら電子レンジでもすぐできちゃうんですけど、シェービングフォーム溶けないように私電子レンジ使わないんですよね、全然。よし、完成しました。あー、やっとできた、よかった。え、音も最高じゃん。普通のシェービングフォームよりなんかもちもちシュワシュワしてる。炭酸泡だからかな、めっちゃ気持ちいい。じゃあこっちも、こっちが普通のシェービングフォームスライムですね。ちょっと白くて見えづらいと思うんですけど、めっちゃしっかりしてるって感じです、こっちは。でこっちは本当にもちもちふわふわシュワシュワみたいな、どっちも気持ちいい。まあ、こっちもしっかりして音もいいんですけど、シュワシュワ感がこっちすごいですね。はい、こんな感じです。最高に気持ちいい、どっちも。
あの100円ショップで買えるから300円でシェービングフォームって高いじゃないですか。だからいいね、全然。なんかお化粧のコーナーみたいな場所にありました。気持ちいい、伸びるよ、見てて、ほらめっちゃ伸びるの。あー、ついちゃった、ついちゃった、ついちゃった。じゃあ混ぜてみようか、すごいことになりそう。めっちゃ気持ちいいスライムできそう。いくよ、せーの、はい。やばいやばい、マーブルスライム作りたいな。マーブル、めっちゃ綺麗です。こうやって混ぜて、もっちもちシュワシュワ。なんかね、もっちもちのシュワシュワ、もう本当に混ざったって感じ。音もめちゃくちゃいいです。音打ちしたよ。はい、こんな感じでめっちゃいいスライムができました。ふわふわ、もちもち、シュワシュワ、音もいい、もう ASMR に最強のスライムですね。聞いて、ほらこっちの音もいいし、でこっちのプチプチ、ちょっと待って、もう失敗、こう伸ばしてこうやって、ほら、やばー、めっちゃ気持ちいい、最高です。これ本当によかったね、こんないいスライムができるなんて。めちゃくちゃ炭酸泡シャンプーおすすめなので、 見かけた方はぜひ買ってみてください。シェービングフォームよりは安いと思う、300円ね。はい、ということで今回100円ショップの炭酸泡シャンプーのスライムとシェービングフォームスライム比べて、まあ最後には混ぜてみたんですけど、私的にはこっちの方がおすすめです。本当にめちゃくちゃ気持ちいい、本当にシュワシュワです。多分1日それ放置したらめっちゃシュワシュワのスライムができると思う。気になる方はぜひダイソー行ってみてください。まあ、今度セリアでもそういうやつ見つけたら紹介したいと思います。リクエストとかもコメントで待ってます。この動画面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。 Twitter と Instagram のフォローもよろしくお願いします。リクチャンネルでした。バイバーイ。